はい。皆さん、こんにちは。こんばんはー。というわけで、今回なんですけども、4月28日に衆議院の3補選がありまして、えー、結果としては自民党が全敗。逆に立憲民主党の三勝というところでね、与野党対決は完全に野党の勝利っていうところだったんですが、まあ、そこからですね、まあ、ゴールデンウィーク突入しまして、まあ、岸田さんはまあ外遊に出発したと。で、まあ、案の定海外にばらまいてるっていうのがね、たびたびニュースに出てきたりはしてるわけですけど、ただまあ、今回の野党の大勝利というのは、 裏金問題が足を引っ張ったっていうところは、与党の議員さんもわかってるわけ。まあ、茂木幹事長、岸田総理もそうですよね。そういうふうに発表してたし。で、さらに国民からすると、経済政策のところでも、いやいや、負担ばっかり増やしてるやんけ、お前らっていうところもね。まあ、多少なりとも要因はあったんじゃないかって僕は思うんですよ。ただ、まあそこからですね、一週間、衝撃のデータが出てきたっていうわけでですね、こちらの記事。 速報、岸田内閣の支持率29.8%、前回調査より7.0ポイント上昇、5月世論調査と。まあ、というわけで、なんと内閣の支持率が上昇したと、しかもその数値が7ポイントっていうことやから、そのさ、1ポイントの増減っていうのはぶっちゃけ誤差の範囲っていうのあると思うんですよ。その時によって、まあ、その時のさ、調査対象によってっていうのはあるんやけど、7ポイント増えたっていうのは、 支持すると答えた人が明確に多いレベルの数値じゃないのかなっていうふうに思うんで。まあそれでもさ、20%台やから、まあ危険水域であるのは間違いないよね。でもここ最近の岸田内閣からしたら高いじゃないですか。でも支持率が上がる要素なんてなんかあったかなみたいな。 逆にその理由が分からなければ、メディアの支持率調査なんて本当に当てにならないんじゃないのって言えるんじゃないかってわけで、今回はこちら見ていこうと思います。よろしくお願いいたします。岸田内閣の支持率が前回の調査から7.0ポイント上昇し、29.8%だったことが最新の JNN の世論調査でわかりました。不支持率は前回の調査から7.1ポイント下落し、67.9%でした。 また、政党支持率では、自民党の支持が前回の調査から1.6ポイント下落し 23.、23.4%。立憲民主党は4.1ポイント上昇し 10.、10.2%。維新の会は0.3ポイント上昇し、4.6%でしたと。と、まあ、というわけで、数値はこんな感じっていうのに出てるんですが、まあ、冒頭でも言った通り、なぜ支持率が上昇したのかっていうのは、僕全然わかんないんですよね。 じゃあ、これどういった調査方法をしたのかってことですけど、JNN ではコンピュータで無作為に数字を組み合わせ、固定電話と携帯電話両方をかけて行う RDD 方式を採用しています。5月4日5日に全国18歳以上の男女2143人え、固定電話850人、携帯1293人に調査を行い、そのうち47.3%に当たる1013人から有効な回答を得ました。 その内訳は固定電話508人、携帯505人でした。インターネットによる調査はその分野に関心がある人が多く回答する傾向があるため、調査結果には偏りが生じます。より有権者のスクズに近づけるためにも JNN では電話による調査を実施しています。無作為に選んだ方々に対し、機械による自動音声で調査を行うのではなく、調査員が直接聞き取りを行っていますと。 まというわけで、まあ今回の記事では、まあ結果として内閣支持率なんとびっくり7.0%上昇ってことで、まあ多分この調査結果に、え、おかしくねえかってことで、まあ調査方法っていうのもね、このように、まあ詳しく書かれてるんだと思うんですけど、まあネット調査は偏りがあるっていうふうに書かれてるんですが、まあそれ言い出したら電話調査でもそうならへんかっていうね、固定電話と携帯電話半々っていうけどさ、 今、固定電話のありえもかなり少なくなってる。むしろ、無作為に数字を組み合わせて電話かけてきた。つまり、なんかようわからんとこから電話かかってくるわけでしょまあ、それを電話に出るって、まあ、個人ではちょっと減ってきたんちゃうかな、みたいな。でもなんかその詐欺に注意みたいなこともよう言うてるし、逆に、知らない番号からスッと取れるって、まあ、お店とか企業とか、まあ、そういったところが多いんかなと思ったりするわけです。だからまあ、割と偏ってんのかなっていう気はするわけですけどもね。まあ、余談ですけど、僕もね、その知らん番号から電話かってくる時ってあるんですよ。 でもさ、どこからかかってきてるっていう、その場所出たりするじゃないですか。そこで、まあ僕大阪在住なんですけど、九州のね、イブスから電話かかってきたことがあるんですよ。で、しかも僕自身はさ、九州一回も行ったことないんですよね。で、さらにさ、イブスってあの、漢字で書いた時に、普通でちょっと読めないじゃないですか。だから、え、なんなんか全く意味わからんかったっていうので、結構ね、覚えてるんですよね。で、つい最近は、うちのボスがその電話かかってきたって言うて、ちょっと怖いねんけど、見てほしいって言われて、パッてみたら着信になってるんですけど、そうかかってきてる場所、アフガニスタンやったんですよ。 えみたいな。いやくそおもろいなとは思いながらささすがに怖くて出られへんなっつって。だから僕のその経験の場合はその場所でびっくりしたってのもあるんやけどいや別にほんまに用事がある人が電話買ってきたのかもしれんけど詐欺の匂いだってプンプンするじゃないですか。 ってなったら、知らない番号から出るって結構最近ハードル高いかなって思うんですよね。今回のさ、調査方法っていうのが、ネット調査よりも偏りが生じないとか、有権者の数に近づけてるって言われても、どうなんかなっていうふうに思うんですけどもね。ただ、その結果が7.0ポイントの上昇っていうやから、何があったんみたいな。ただ、この調査っていうのは、5月4日、5日にやってるわけでしょって考えたら、なんか要素があったほんまに。最近出てきた結果っていうのは、いや、ほんまにその1週間前に、 星王国って言われた島根一区で落として、明らかに自民党ふざけんなっていう声が民意としてつけつけられたはずですけどね。有効回答が1000人ってことで7ポイント上昇ってことやから、70人が支持すると言えば7%上がるんやけど、70人が支持するっていうようなこともなかったんじゃねえのって。逆に言うならこの結果が支持率の世論調査なんて全く当てにならないとも言えるかもしれないですよね。まあ、それかまあ分かりやすいのは、忖度というか桜というか、まあいくらか包んでもらっての数字の印象操作っていうところ。 まあでもこういった結果ですって言われても、いや嘘つくねよどうなってんねんっていうことでさ、疑われるって考えればあんまり意味ないかなって気もするし。じゃあもう一個考えられることは何かって言ったら、5月4日5日ってことは衆院の補選が終わった後でしょ野党大勝利なわけですけど、政党で言ったら立憲民主党が3つ取ったわけですよ。じゃあ自民党はあかんけども、 このままいったら立憲になっちゃうよ。それもまずいな。じゃあ岸田内閣の方がまだましっていう風になったのかっていうことぐらいしか考えられないんですよね。数値が本当なんだったら、自民党っていうのはあかんけど、岸田さんはいいと思うっていう人が多いっていうことなんかな。そのプラマイ1%とかじゃなくて、プラス7ポイントっていう誤差とは言えない数値が上がってる以上、まあ、これが忖度とかなしってなるんやったら、そういうことしか僕は思えないんですけどもね。 で、とりあえずその文字起こしされてる部分っていうのはこんな感じだったんですけど、実際この記事についてるものに関して他のね、アンケートで言うならば、例えばこの補選の結果についてに関しては、大いに納得する27%、ある程度納得する52%、あまり納得しない13%、全く納得しないが4%ってことで、まあ、納得するっていう人が8割ぐらいいるわけですよ。与野党対決でいうところの野党の勝利っていうこと。まあ、だからこれも僕の個人的な意見になるんですけど、 ま、この結果を見る限りやったら、与野党対決で野党が勝ったっていうのは良かったんじゃないか。でもその野党でも立憲の参照会っていうところが、ま、妥協してる人が多いのかなみたいな。だからある程度納得するっていうのが、この過半数を超えてんのかなっていう気はするんですよね。でも大きく見た時の補選の結果、野党が勝ったっていうことには8割の人が納得してるんだとしたら、やっぱりその岸田内閣の支持率が7ポイント上昇するっていうのと、なんかこう食い違ってるような結果になってるなっていうふうに思うんですけどもね。で、続いて、えー、裏金問題ですよね。 に関して、まあ、自民党の改正案っていうのを言ってるわけですけど、まあ、そこについては、大いに評価するが5%、ある程度評価する21%、あまり評価しない38%、全く評価しないが34%ということで、7割の方が自民党の改正案評価せずという意見が出てるわけですよ。だから今回のさ、選挙に負けた要因っていうのは、裏金問題が足を引っ張ってるっていうふうに、岸田さんも茂木幹事長も言ってる。 じゃあその改正案どうするんだって出したところで、まあ、自民党の改正案は評価しないってことでしょって考えたらこれもう内閣支持率がさ、7ポイント上昇するっていうのと相反してる気がするんですよ。で、続いて岸田総理にいつまで続けてほしいかっていうことなんですけど、えすぐに交代してほしいが27%、9月の総裁任期までが60%、できるだけ長く続けてれば9%ってことで、 9割の方は続投を望んでないっていうことじゃないですか。すぐに交代してほしいっていうのもさ、まあ3割弱あるんですけど、まあとりあえずあと9月までっていうことで、もうそこでええやろという人が6割。って考えたら、その、さっきの政党支持率でいうところの自民党が落としてるけども、岸田さんが好きな人が多くて7ポイント上昇したのかなっていうのも、なんかちょっと違う気もするんですよね。で、さらにですね、まあこれは解散時期なんですけども、 一応ね、来年の10月末が任期満了ってことで、いっぱいいっぱいまで行ったら、あと1年半行けるんですけど、まあ、ここはもう、その、結構ばらついてる。一応さ、赤字のこの28%っていう9月の総裁選より前っていうのが多いけども、まあ、そこまで差がないのかなっていう気はする。でもま、現実的にいつなのかって言われたらどうなんですかね。6月のその、国会が終わった時なのか、それともこの9月の総裁選の後なのか、 いいいいいっっっぱぱままでいくのかっていう、まあこの3択が本命線なんかなっていう気はしますけどもね。でもまあ選挙ってことに関して言うならば、ぶっちゃけこの自民党が岸田内閣で突っ込むのか突っ込まないのかっていう、ここが結構大きい気もするんではないですけどね。ちょっと僕もね、そこまでの情報わかんないんですけど、岸田さんってどうなんですか ?9 月の総裁選また出るんですかね前回の総裁選では、岸田さんと河野さんと高市さんと野田さんやったっけ 確か4人でね、総裁選したような記憶があるんですけど、今内部の中でもさ、なんかごちゃごちゃごちゃってあったらどうなんかなっていうのはありますけどもね。だから、この9月の総裁選にまず岸田さんが出るのか出ないのかっていうところがちょっとね、ポイントだったりするのかなっていう気はする。一応さ、まあその最後には次の総理にふさわしい人っていうところでね、アンケートも出て,てるんですけど、 なんと1位は石破さんで24.2%、2位が小泉慎次郎さんで14.1%ってことやから、ダブルスコアに近い形で石破さんがなってほしいっていう人が多いらしいんですけど、でまあ、そこからね、下3位の河野さんからはまあ桁パーセンテージってことやけど、2位の小泉慎次郎がさ、河野さんの、まあ、これもダブルスコアに近いところあるっていうのもね、これ誰に聞いてんのっていうのはちょっと思ったりするんですけどね。自民党内から言ったらさ、扱いやすい人形なんかもしれんけど、一応総理って考えた時の小泉慎次郎は、 非常に僕は怖いんですけどね。まあでも1位が石破さんっていうのはさ、この裏金問題とか自民党の派閥政治とかいろんなことを考えた時にはまあ妥当なのかなっていう汚染ではないけどもね。逆に岸田さんに関しては7位ってことやから、じゃあやっぱりこの岸田内閣の支持率が7ポイント上昇してるっていうのと相反してる気がするんですよね。自民党の政党支持率は落ちてるけど内閣支持率は上がってる。普通に考えれば自民党はあかんけど岸田さんはいいよって思ってる人が多いっていう結果としか思えないじゃないですか。 これが事実だとするなら、忖度とかそういうのなしだとするならね。でも他のアンケート結果が、岸田さんがダメだになってるんですよね。だからほんまに1000人のアンケートってことやからさ、分母がちっちゃいっていうのもあんねんけど、それでもさ、誤差じゃないやん、7ポイントって。で、特になんかの理由があったとも思われへんし、他のアンケートでも岸田さんはそんなに人気がないし。 で一応最後ですけど、これ、次の衆院選後の政権ってことで、自公政権の継続34%、政権交代48%ってことやから、政権交代するべきだっていう声が多いわけじゃないですか。じゃあこれをまとめると、補選の結果については納得する。自民党の改正案は評価しない。岸田総理には9月総裁任期までやってほしいけども、それでもいいよと。で、岸田さんは次の総理にふさわしい人のランキングでもトップ5にも入らず、なんなら次の総選挙には政権交代をしてほしいっていう声が高まっている。 にもかかわらず、内閣支持率が7ポイント上昇するんですよ。どういうことみたいな。ちょっとね、僕の足りない頭ではこの数値の意味がよくわからないんですけど、まあでもこの内閣支持率はなぜか前回調査よりも7ポイント上昇してるってことやから、当然ね、それでも29.8%やから低いですよ。 3割切ってるわけですから。でもまあ逆の見方をするならば、ここまで支持率が回復したんだからこそ、今が天井、さあ解散総選挙と言っても、でまあまあ面白い結果になる気もせんではないなっていうところで、逆に煽るという手もありなのかなっていうところで、この結果にね、皆さん思うところあれば、たくさんコメントいただけたらと思います。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。またよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。